今回はお頂きです。今回はスペシャルゲストスクワットさん来てもらいました。おっしゃー、お願いします。僕たちのチャンネルの方で、はい、一旦堀田監督に練習指導していただいて、はい、はい、たくさん指導していただいて、まあ今までの僕らのない強さになっちゃって、まあ、そうだね、堀田監督のチャンネルで3-on-3をやらせていただきます。はい、はい、ありがとうございます。暴れるぞ。おっしゃ。でルールはですね、スリーポイントが2点で、スリーポイント、ペイントの中が1点。はい、はい、どう、ペイントスリーポイントの中が1点。タイムアウト、タイムアウトは1回、はいはいはい、好きなタイミングで、好きなタイミングで、うわーっといっぱい取っちゃうから、いやいや、1回だって、それではやっていきましょう。ショー、先攻後攻はジャンケンで決めるのか。はい、最初はグー、チョキ、ああ負けた、おい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 、トラベリングです。
広いな。あとリバウンドめっちゃ跳ねて、はい、そうです。すごいランニング。森田さんにお伝えするのを忘れてたの。はい。僕動きたくないがゆえにロングシュートだったらいいんですよ。いや大丈夫です。基本ゴール下にはいないかもしれないです。でも戻るのは早いです。みんなで手前にいるんで。よし、できる。やべえな。いや感覚高いから、うん、ゾーンにしよう。ゾーンにしよう。前一人の、ケツ二人にして、ハルトここにして、俺とケンゴでここ守ろう。オッケー、じゃあゾーンで、一人が真ん中に立って、トライアングル2っていうのはこう。バカか。なるほど。バカか。二人が真ん中。バカか。一人が真ん中。バカか。お前知らねえだろ。トライアングル2。ゾーンで行こう。感覚の中固めよう。わかった。決められないんで。じゃあ行きましょう。本人の外を打たせて。オッケー、2番だけ取ろう。ありがとうございます。コウタも今日は緊張してるから早速先生だけお願いします。 What's up man? そう頑張りましょうか。はい、はい、はい、せーの、えいえい、おー、thank you.
プロのだったら入ってるんで。Thank you.
打つなよ、ね、俺は。あと3点。めっちゃいいよ、今日。いやー、天使人口今日。いや、いいね。すごい。いやー、思ったよりちょっと足を振るね。もう出すでいいよ。もう出すよ。じゃあ、あと3点だから。だから、監督のメインの、監督権力を取るんですから。そうだね。これで間に合う。間に合う。で、グランドったらそこ走る。俺らが投げる。OK。行こう。はい。はい。バイトチャンネルポイント。負けー。何よりも自分らの仲間があんなに動けることです。いやすごい、あれ体力ある感じよ。めちゃめちゃ難しい。なんであんな走れるんだよ。同級生じゃないのかよ。何よりも次はスリーポイント決めるから。はい。話がさ、僕地元じゃ緑まって思ってる。はい、5人中なんだ。お前の地元この5人だった。5人の中の緑。結構スリーポイント成功率。うちのチームとこんなに。なんせ走りたくないんだ。ワン、ツー、スリー、オイ！緑まって思ってる。はい。わあ。13で、カズハルカ君のチームの勝利！ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。スクワットさんに僕がコーチングさせてもらった練習風景が上がってると思うんで、はい、概要欄からチェックしてみてください。お願いします。この動画が良かったと思う人はチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。